フォックスニュースの報道によると、バイデン陣営は、フェイスブックなどの IT 大手企業と深い関係を持っています。同報道によると、民主党米大統領候補、バイデン氏の政権移行チームは数日前、フェイスブックの元幹部、ジェシカ・ヘルツ氏を首席法律顧問に任命しました。この任命は、民主党陣営がフェイスブック側に、トランプ氏の投稿を審査するよう求める書簡を送った数日後に発表されました。 このほか、ザ・ヒルの記者、ジョー・コンチャ氏はツイッターで、ツイッターの公共政策の元ディレクターであったカルロス・モンジェ氏も最近、辞職後、バイデン氏の政権移行チームに入ったと投稿しました。さらに、共和党全国委員会は10月16日、民主党米副大統領候補、カマダ・ハリス上院議員の元報道官は、現在、ツイッター社でコミュニケーションマネージャーを担当していると明かしました。 先ほどのヘルツ氏とモンジェ氏について他のツイッターユーザーもこの2人ともが民主党のために働いたことがあると暴露しましたこれらの情報によるとフェイスブック社の元幹部ヘルツ氏はバイデン氏の副主席法律顧問を1年8ヶ月担当したことがあり現在はバイデン氏の選挙活動の倫理計画および関連の仕事を担っているそうです ツイッター社を辞職したモンジェ氏はオバマ政権時代に国内政策会議で上級政策顧問に任職したことがありましたフォックスニュースの16日付の報道によると非営利組織オープン・シークレッツの記録には2020年までフェイスブックとツイッターの社員からの集団献金90%以上が民主党に渡っていたと記されています 同報道はさらにメディア研究センターの調査報告書の内容を引用し、Facebook と Twitter の2社は民主党を支援していることを立証しました。同報告書によると、2社の政治活動委員会と同社の職員らの個人献金の総額は数百万ベイドルに上るといいます。そのうち、Twitter 社員の民主党への献金は同社の献金総額の98.99%を占め、 共和党への献金1.01%よりはるかに超えていました一方、Facebook 社の政治活動委員会及び社員の民主党への献金も同社の献金総額の91.68%を占め共和党への献金8.2%をはるかに超えています